こんにちは、ギャンブラーヒカルです。前回前々回とラッキーニッキーで遊んで、まあブックオブデッド系のスロットでボッコボコにされました。どっちやったっけな、こっちで200ドル負けて、まあこっちで100ドルと負けて、まあこれ300ドル損したんですけど、これキャッシュバックキャンペーンなので300ドル返ってきます。今からこの300ドルをゲットしてリベンジしていきます。これ有効期限8日だったかな。なので、これキャッシュバックキャンペーン利用してる人は注意してください。ではこれ300ドル復活。あれ、復活しない。はい、前回ボロ負けしたブックオブクレオパトラで遊んでいきます。まあ、そろそろビッグインも出るんじゃないかなということで、どうしようかな。一度買ってみようかな。まあ、スロット系は長く遊べば遊ぶほど損するんで、ここはサクッと32ドルで買ってみます。これすると絶対出ちゃうわけや。はい、余裕のフリースピン獲得。まあこの300ドルは本当負けられない。何これ、フリースピンギャンブル。いや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 、これは怖い。10回そのままでいきます。この300ドル本当負けられない。もう稼ぐというよりはこう防御系でいきます。防御するのが大事。防御するって意味わかるよな、まあ、できるだけ損しないようにして300ドル分遊んで出金するのが大事かなと思います。いや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 、全然出ないねんけど。じゃあ4つぐらい出そうぜ。32ドル以上出ないと赤字なんやな。今のところこれ定額配当絵柄しか出ない。お、あーまた3つか。これ4つ出ると結構威力ありそうやな。4つ出てほしい。残り5回、奇跡は起きるのか。5!来た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  !4つ!これは結構配当、ビッグインちゃん。よーし、これはでかいの来た。これビッグインやろ。もっと取れたんじゃん。もう一回、もう一回 J の奇跡。J の奇跡 J や。あー、3つか。よし、3つかよ。4つ出ればかなり美味しいのにな。これ元取れたんちゃう？取れたやろ。この1000、2060がいくらか分からへん。21ドル元取るの難しい。はい、ちょっと32ドル失敗しました。ちょっとベッド額を上げて 0.5 ドルでフリースピン買ってみます。じゃあ40ドル。さあ次こそ100倍以上の配当を当てる。次こそ100倍配当欲しいな。また定額配当絵柄。うわ、おおお、出だし好調。いいんちゃう？これ来るんちゃう？次こそ100倍配当狙えるんちゃう？いきなり2000コイン。うおお、あー、けっ、3つじゃない、4つ。次こそ狙え、100倍配当。もう一発出たらいけるよな、多分。元取れる。スロット考え中、早くしてくれ。
やい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 や、中学配当絵柄とか今いらんし。大事なのは K。 K でお願いします。いや全然 K 出ないし。 K K なんで2つ K。 K K K。 全然全然よし。 K こい。 K。 じゃあしょぼいやんこれ。全然あかんやんこれ。あんな26ドル？しょぼい。はい、じゃあこれラストにします。48ドル。ベッドがブレーテン6ドルで80倍配当の48ドルでフリースピン買います。今んとこ全然勝てない。2連敗です。こんなスロットで勝つの難しいよな。ギャンブルしてもどうせ負けるしな。さあそろそろ定額配当絵柄2回だったんで、そろそろ中額配当高額配当絵柄期待できるんちゃうかな。頼むで次こそ。また定額配当絵柄。どうなってんのこのスロット。プレイヤーかざしてくれへんのかな。とりあえず10が4つ出ないことには始まらないよな。その足で頼むわ。全然出ないわ。なんでこういう時に限って10出ない。いやいやいや、ちょマジでマジでこのしょぼ配当やめてほしい。全然やし。次最後？これ最後。うわ、これやばい。マジやばいやん。やばい結果になってしまった。なんなんこれ。 9.3 ドルってなんぼ。はい、最後と言いながら これこそ最後。マジで次こそいけるはず。もう3連敗してるからな。一度も勝ってへんねんけど、これなんとかならんの。次こそ中額配当か高額配当絵柄がドンと出てヤバい配当くるはず、200倍配当くるはずなんで、ちょっとここは冷静にいきましょう。まあ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 、最初はねここで高額配当絵柄出していこう。定額配当とかやめてや。よーし来た、よし来た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 。これビッグチャンスやん。マジでマジでマジでいけるんじゃんこれ。3つ来い、3つ。よしよし。あれ、2つ2つでもとりあえず配当が出るのが嬉しい。これでもこれで配当出すためにはやっぱ3つ欲しいよな。3つ出せば結構配当来るはず。ちょ3つ1回は出てや。できれば4つ。よしよ。あーなんで。ちょほんま頼むわ。え全然出ないねんけど。ガッツしか出ない。2つじゃ弱い。ちょほんまスロットクソやな。さあ最後の1回、これにかける。来い。ね、
あー、なんやこれ、しょぼすぎるやろ。14ドルとかなんで少なすぎるって配当。はい、今回フリースピンを購入してブックオブクレオパトラか、挑戦したんですけど、一回も勝つことできず、たまに大負けする感じで、もう全然勝てる気しないな。スロット難しいな。皆さんスロット買ってますか？ということで、次回回して出金していきます。